SnowMan の2024年は笑顔あふれる年になる。そんなポジティブなムードを年始に出演した各番組から受け取ることができた。ここ数年は年始特番に出演する機会が増えているSnowManメンバー。個人や数人でのゲスト出演が多い中、今年はメンバー9人が揃って出演した番組が3番組あった。1月1日放送の3択、フジテレビ系、1月5日放送のそれSnowManにやらせてください。新春2時間半 SP、TBS系、1月7日放送のオールスタードッキリ祭、TBS系である。自らの冠番組、それSNOWで年始早々2時間半ものスペシャルを組むことができるようになったのはもちろん、SnowManとして各番組の一企画に参加できるのはグループのポジションが確実に上昇している証だ。明石家さんまと木村拓哉によるお正月恒例特番、3択は、さんまと木村がSnowManの YouTube チャンネルの撮影現場にサプライズ訪問し、ゲーム企画に参加する様子が放送された。二人の突然の訪問に対するメンバー9人の驚きの表情やリアクションの良さを見れば、バラエティ番組に引っ張りだこな理由がわかる。そして、佐久間大介や渡辺翔太を筆頭に大先輩二人を前に臆することなくトークを展開し、多くの笑いを生んでいた。番組サイドも彼らのリアクションをつい引き出したくなってしまうのか。何かとサプライズやドッキリが仕掛けられがちなSnowManだが、その集大成となったのが、オールスタードッキリ祭だろう。デビュー曲、D、ダンシングダイナマイトにかけて、D、ドッキリのリアクション、D、誰が一番いいのかを決めるという企画で、トーナメント戦、決勝戦でのドッキリが仕掛けられていった。宮舘涼太と佐久間が火曜レギュラーとして交互に出演中の、ラビット、MC、川島明が仕掛け人となり、ドッキリの模様をモニタリング。川島の解説や秀逸なツッコミにアシストされながら、9人それぞれが見どころを作っていた。中でも、向井康二と深沢達也によるお手本のようなオーバーアクション、安倍良平の起点の聞いた反応はさすがであった。優勝をつかんだ向井の、ドッキリだと分かった後のお笑いスイッチへの切り替えはアイドルの域を超えたものがあり、2024年のバラエティでの活躍にも期待が募る。それSnowManにやらせてください。先日放送されて好評を博した3分で人気曲の振り付けを覚えて競う、完コピダンス対決の第2弾。今回もグループや事務所、世代の垣根を超えたダンス対決で盛り上がった。可愛らしい振りから高度な技術まで、瞬時に振りを覚えて再現できる各々のポテンシャルはさることながら、それSnowMan地上波レギュラー3年で身につけた、ホストとして番組を盛り上げるトークでの連携も見事。特に進行役の深沢の安定感が抜群で、MC の仕事がさらに増えていく予感がする。そして、それSnowMan特別メドレーは、様々な場所を移動しながら歌う9人を1台のカメラで追いかけていく、ワンカメショー、スタイルに、新曲、We LL Go Togetherのテレビ初歌唱も含んだ楽曲をメドレー披露した。ゲストの登場や、メンバーそれぞれのフリーアクションを交えながら、この時限りの特別なパフォーマンスを届けた。バラエティ、トーク、ダンス、歌、そこに瞬発的な対応力も加わることでSnowManのエンターテインメントが完成しているのだと感じられた3番組。2024年もSnowManのマルチな活躍でお茶の間を沸かせることだろう。